大会横浜 DeNA ベイスターズ第1回戦の試合開始です。広島東洋カープのシートを紹介します。ライト野間隆史、センター秋山翔吾、レフト西川龍馬、ショート上本隆史、サードマーク・デビッソン、セカンド菊池雄介、ファーストライアン・マックル、キャッチャー坂倉翔吾、そして先発マウンドに上がるのはカープに来て今日が初めての一軍先発マウンドです。ビゼロ快速ストレート、ロバルト・フォルニエ。なおこの試合の審判員は球審柴田、塁審は一塁付け、二塁真鍋、三塁足原、公式記録員は荒木です。ご来場のお客様にお知らせいたします。本日の試合は広島テレビによるヒロテレプレゼンツ G7 広島サミット覚えておこうゲームとして行われております。試合に先立ちまして、ただいまより来月5月4日エディオンスタジアム広島で開催されるハッシュタグ広島未来バトンに出演されるジェネレーションズ中塚優太さんによる始球式を行います。それではよろしくお願いします。拍手をお願いいたします。以上で始球式を終了いたします。Tú estás aquí.